ロージア国のイメレティ州に属する都市。ゼスタポニ地区の中心地である。チアトゥラ近郊から産出されるマンガンを加工する大規模な鉄合金工場がある。コルキスの平野部に位置し、1月の平均気温は低摂氏4度と寒く、8月の平均気温は摂氏24度と暑い。郊外ではワインが作られる。紀元前3世紀にイベリア王。 パルナバス一世によって小さな要塞が築かれたショラパニーの町から2キロメートル下流にある。1560年代の文献に初めてその名が見える。1820年代にはコサック軍が駐屯し、町を流れる川にちなんでクビリラと解消された。1920年代にも再度ジュゲリと解消されたが、後に古来の名に戻された。 ゼスタポニと近隣のショラパニは工業の町である。国内最大の鉄合金工場であるゼスタポニ鉄合金工場は、鉄道でチアトゥラからクビリラ渓谷を通り運ばれてくるマンガンの加工で、世界シェアの6%を占めている。1998年にはシリコマンガンを3万5000トン、中炭素マンガン合金を1万1000トンそれぞれ算出したが、 業績は11万トンのマンガン合金を算出した最盛期から加工気味である。2006年2月にイギリスの鉄鋼取引企業ステンコールが買収した。その他、この一帯では電化製品、アルミニウム、銅線、針金などが生産されている。ソビエト連邦下では、耐火レンガ、大理石、衣類、ワイニ用のブドウも生産されていたが、崩壊後衰退していった。 地元のサッカークラブ FC ゼスタポニは国内の一部リーグでプレーしている。ホームスタジアムは1952年にゼスタポニ鉄合金工場によって作られたもので4100人を収容できる。ありがとうございます。